白木は、中国戦国時代末期の旗の武将。高村木とも表記される。新国美の人。明ら女王に仕え、各地を転戦して、朝、義祖などの軍に、数々の勝利を収め、旗の領土拡大に貢献した。以下は、四季、白木、王仙列伝による。紀元前294年、佐所長に任ぜられ、菅の新城を攻めた。 紀元前293年、左さらに進み、反、義を攻め、遺決の戦いで24万を斬首した。また、義進む高尊儀を捕らえ、五条を落とした。紀元前292年、大羅作りに任じられ義を攻め、大小61条を落とした。紀元前278年、諏訪江を攻め、その主と栄を落とした。このため、諏訪江は陳に戦とした。 同年、竹安君の将を賜っている。紀元前273年、義の家謡を攻め、藩、義、朝の将軍を捕らえ、13万を斬首した。また、長将下縁と戦い、死卒2万を高岩に沈めた。紀元前264年、漢の蝶を攻め、五蝶を落とし、五万を斬首した。紀元前260年、長兵の戦いでは、 巧みな傭兵で長活率いる長軍を兵糧攻めに追い込み対象した。この時20万余りに及ぶ捕虜の兵糧がまかなず、反乱の恐れがあるとして、少年兵240人を除くすべてを生き埋めにした。しかし、本国にあった最小藩書が、 長兵の戦いでの白旗の活躍を、自らの地位を脅かすものであるとして警戒し、さらに朝の首都簡単に攻め込もうとする白旗を押しとどめ、わずかな条件で朝と和議を結んだ。紀元前259年、旗は王領を起用して、簡単を包囲し、翌紀元前258年には増派もして、さらに指揮官を王骨に交代させたが、朝の援軍として現れた、義の新領君。 その春心君に大敗北を喫した。この危機を打開するために、白旗に出兵するよう命令が下るが、白旗は一連の藩書の行動に、不信感を抱き、病と称して、出資を拒んだ。戦国策によれば、この時慌てた藩書と、明ら女王が自ら指揮を行うも白旗は長が国力を回復して打ちがたいとして、答えなかった上、王骨の敗戦を、 だから言ったことではないと批判したという。だが、これがさらに立場を歩くし、紀元前257年、ついに小女王によって自害させられた。自害の直前、白鬼はこのように自問した。我に何の罪あるか、なぜ自害せねばならぬのかと。しばらく考えて、我はもっとより死ぬべきだ。徴兵の戦いにおいて、 幸福兵数十万余りを一世で生き埋めにした。それでも罪にならないのか、天に大失罪を犯したのだと探足した。真の民衆は、彼の死を憐れみ、各地に病を立てて祀ったという。芝千は、四季において、白鬼を、両敵合編出敵無休、声神天下と表している。一方で、そのつての夏日に、非常に有能な将軍であったが、 反殖の煩いから逃れることができなかったと知るし、王戦と共に優れた人物でありながら、欠点もあった人物であったと評価する。後、三国隆の将軍、東草が残言を受けて殺される前に、自らを白鬼になぞらえて、身の危機を悟ったとの記述が、三国史にある。ありがとうございます。